カンカン類の瞬間、平野紫仕様の感動的な変化に迫る、これまで知られていなかった一面、平野紫仕様が誕生日をシェアした。最近、ナンバー、アイグループのメンバー3人が白い衣装をまとって踊る体育トーク動画が、コミュニティ全体で熱狂的な話題となっています。その笑顔が印象的な3人のイケメンたちは、まさにエネルギーとポジティブな雰囲気で視聴者を魅了しました。特に今日は平野紫耀さんの誕生日ということで、 グループの仲間たちと楽しい時間を共有しました。平野史洋さんは、自らのバンドへの深い愛を抱き、その情熱を聴衆に伝えています。平野史洋が言ってた、今年はナンバー、愛としてのデビューからわずかながら月日が経ち、新たな挑戦の年となりました。ただし、私たちのメンバーは単に仕事と仕事だけではなく、プライベートな解決も一生懸命追求しています。それは仕事のように真剣に、しかし真から、 3人で共に幸せを追い求めることが、私たちの解決策なのです。もはや他に望むことはありません。感謝の気持ちを込めて、平野紫様の魅力はただ一言で表すならば、すごい。この大切な瞬間においても、彼の夢は音楽と共にあること。新しいグループを大切にし、聴衆との絆を大事にしています。彼は貪欲さや個人的な欲望ではなく、シンプルで正直な人柄が際立っています。 ナンバー、愛のバンドメンバーたちと過ごす時間は、平野史業にとって幸せで心地よいものばかり。彼は仲間たちと共に積み上げてきた成果に非常に満足しています。パーティーではいつも笑顔で、その明るさと喜びがかれぬファンたちをも幸せな気分にさせます。私たちファンとしては、彼がいつも幸福でありますように願っています。神宮寺勇太と岸優太も、平野の思いに深いエスペクトを抱いています。 平野の信念は彼らの願いそのものであり、共感の源でもあります。三人は幸福な状態にあり、サポートの手を差し伸べてくれるマネジメント会社と熱心なファンベースに感謝しています。彼らの仕事は全力投球で、計算や心配は必要ありません。全てが充実しています。彼にとっての幸福がファンとしての私たちの願いでもあります。これからもサポートし続け、共に成長していくことを約束します。 彼の成功は皆さんのサポートのおかげです。一緒に喜びを分かち合いましょう。